はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くようにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、誰でも簡単な方法でね、糖尿病を簡単に改善できるお話をしていくんですけども、でもまあこれはですね、誰でもがまあ普段から結構な割合でね、そうしてるんじゃないかなって思ってしまうほどでね、まあ 90% ぐらいの人にね、当てはまる、すでに当てはまってる話なんですよ。皆さんはですね、朝食は食べますよね。まあ朝食言うて、そのね、朝食べるから朝食と言うんですけども、朝起きてね、一発目の食事としてね、考えていただきたいんですけどもね、朝食を食べる時間帯によってね、生活習慣の乱れによって引き起こされてしまう2型糖尿病のね、発症のリスクがね、変化する可能性を示すデータがね、この度報告されました。食べる時間を変えるだけでね、糖尿病の発症のリスクがね、変化することがね、できるってね、結構単純でね、簡単そうですよね。それはいつ頃かと言いますとですね、朝の8時半がね、キーポイントになるようでして、朝の8時半より前に朝食を食べる人ではですね、朝の8時半以降に食べる人よりもね、血糖値やインスリンの抵抗性がね、低かったと言います。でこれはね、アメリカのね、ノースウェスタン大学のね、ファインバーグ医学部がですね、アメリカのね、内分泌学会でね、発表したんですけども、ここ最近ではね、断続的断食というね、食事の取り方がね、減量とかね、生活習慣病のね、リスクの低下につながる可能性をね、こう示唆する研究が増えています。断続的断食とはですね、例えばね、その時間制限食っていうのではですね、食事をね、摂取する時間帯をね、1日の中で特定の数時間にね、制限してですね、その他の時間帯っていうのはエネルギーのあるものは口にしないという方法です。この方法っていうのはですね、摂取エネルギーの量とかね、栄養のバランスをね、考えなくても良いとされていることが多くてですね、その手軽さからね、すごい人気がね、今拡大中なんですよ。ほんでノースウェスタン大学のね、ファインバーグ医学部のね、研究の目的はですね、人々がね、日常的にね、食事をね、摂取している時間帯の長短とですね、糖代謝との関連をね、検討するものでですね、緩やかなね、時間制限食のね、検証という側面も持ちます。でそれに加えて、この研究ではですね、朝食のね、摂取のタイミングの違いがね、糖代謝に及ぼす影響もあると同時に評価するという研究デザインで実践されました。解析対象というのはですね、アメリカのね、国民健康栄養調査に参加したね、成人の15,575人のね、データをね、全体をまずね、1日の中で食事を摂取する時間帯の長さによって10時間未満、10時間から13時間未満で、13時間以上の3つに分類して、さらにね、朝食の摂取の時間帯がね、8時半の前後なのかっていうのを二分して、合計ね、1,2,3,4,5,6,6分に分けました。ほんで、それらでね、その血糖値とかインスリン抵抗性をね、比較したんですよ。その結果としてですね、摂取時間帯のね、長短よりもですね、重要なのはですね、朝食の摂取時刻である可能性がね、示されたということなんです。つまりですね、朝8時半以前に朝ごはんを食べる人っていうのはね、8時半以降に食べる人よりも1日にね、10時間未満の限られた時間帯しか食事をしない、またはですね、最初の食事の時間からですね、最後の食事までの時間がですね、13時間以上に関わりなく、空腹時血糖値とのインスリン抵抗性が低かったということになります。空腹時血糖値とね、インスリン抵抗性のがね、その双方が低いということはですね、2型糖尿病の発症のリスクが低いことを表しているので、ファインバーグ医学部はですね、朝食を早めに食べる方が健康に良いようだと、食べたものを処理する体の機能っていうのは早朝の方が効果的に働くのではないかと述べています。これに物申す人たちをね、僕は知ってるんですよ。でその人たちというのはですね、朝は体はね、消化の時間やから、今の体の中にある食材をね、消化させるためにね、新しい食材を体の中に入れるべきじゃないんだとね、言うのをですね、もう大声で叫んでる人たちなんですけどもね、最近ね、その人たちのね、インスタを見るとですね、朝には〇〇がいいよと言ってですね、毎日ストーリーに上げてますので、もう毎日僕一人でね、どっちやねんってね、突っ込んでいます。まあ、話戻しますね。そしてそのファインバーグ医学部がですね、研究のね、次のステップではね、時間制限食を行う場合に摂取可能な時間帯を1日の中で早めの時刻に設定することで、より大きなメリット
ットを得られるか否かっていうのを検証したりとね、あの今後の展開にもね期待を表しています。そしてね、この研究ではですね、朝食で何を食べたかとかって言ったね、その食事の内容まではね検討されてませんでした。でもね、そのファインバーグ医学部はですね、全粒穀物などのね健康的な食品をね選択すればさらに大きなメリットを得られるだろうと語っていますけども、まあ、それはそうですよねって感じです。でこのね、ノースウェスタン大学のねファインバーグ医学部の研究にですね関与していないアメリカのイリノイ大学はですね、この新しい知見は理にかなっていると、早朝は糖の代謝が良好で時間の経過とともに代謝が低下するからだと説明していました。でさらにですね、食事摂取可能な時間をですね早めの時間帯に設定する時間制限食っていうのはより高いメリットを得られる可能性があるともね述べています。でも一方、イリノイ大学はですね、あまりに早い時間帯のみにね摂取可能とすることはね実際にうまく機能しないかもしれない、なぜなら多くの人たちっていうのは夕食を抜きたいとは思わないからだとしてですね、継続が難しい極端な時間制限食ではね逆にメリットがね失われてしまうというふうにね実行の可能性のね重要性をね指摘しています。でも確かにそうですよね、夕食はね一日の締めくくりというかね、楽しみにしている人がねたくさんいてますしね、継続が難しい極端なね時間制限をしてしまったらですねストレスですよね。でも確かにね、その朝ごはんを食べてない人でね、昼ごはんと、ね、夜ごはんをね爆食いしてる人もね、まあ、少なくないのでね、まあ、爆食いするなら血糖値を考えるとですね分散する方がねいいと思います。でも朝起きてですね、この出勤するまでの時間でを考えたらですね、食べてる時間なんかないわってね叫ぶ声も聞こえてきそうなのでね、まあ、人それぞれのね生活のリズムもがありますし、でそれが狂ってしまったらね、もう全てにおいてねその悪影響になってしまいますので、まあ、それぞれのリズムをね大切にしてほしいですけど、まあ、そんなねリズムが崩れた話ではですね、僕もね当時何軒か働いてた美容師の職場の中でですね、今誰かそのお客さん担当してる、それ変わるからさ、私変わるからな、さっき食べてきて、今のあんたのその仕事誰でもできるし早めに出てきて誰かと変わってって言われてね、出てきて変わりますって言ったら、いや別にいいわってこうみんなに言われて、もう何もすることないから、まあ、別のことをね、まあ、とりあえず探してたんですよ。また他の先輩がバーって来てですね、お前誰かと変われやって、何か探してるふりしてしゃぼってんちゃうぞってね言われた時はね、もう思わずちょっと口答えしそうになりましたけどもね、ほんと疲れるからしませんでしたけどもね、まあ、心の中ではね当時まだリリースされてなかったうっせーわがね流れてましたね。でもね別の先輩でね、今思えばねすごくお手本になる人がいてましてね、その人はね毎日決まった時間帯でねお昼ご飯を食べれる時間管理がすごく上手な人なんですけども、まあ、その管理というのはですね、お客様の予約の時間もそうなんですけどもね、自分のね体のね時間の管理がねすごくできている人やったんですよ。でもその人はね、その5分10分で出てきてね仕事にすぐ戻るというねハードな仕事をこなしているんですけども、こう一見ね不規則な食生活だと思いきやですね、その人はねめちゃくちゃ健康的でねスタイルが良くてねいつも元気なんですよ。でこれはね予想なんですけどもね、きっとね朝昼晩の食事がね規則正しくて、もう爆食いもしてなさそうなのでね、まあ、血糖値も上がらんでしょうし、インスリン転向性もなさそうやしね、糖尿病からも程遠い人だと思うんです。だからきっとねその人はですよ、朝8時半までに食べたから10時間13時間未満くらいの、まあね、食事時間がねできていたんだと思います。結果的にね健康的でねスタイルがいいということはですよ、見た目からして太ってるわけではなかったし、かといってね好きなものばっかり食べてるような人でもなかったので、まあ参考にすべきモデルだったんだなということにね最近ね考えつきました。まあ今はもうね連絡取ってないし会ってないのでね、まあ、あれからどうなっているのか分かりませんけどね、まあ、きっとねまた素敵な先輩でいてくれてると思います。まあそんな感じでね、朝8時半より前に食事を食べてる人では、8時半以降に食べてる人よりも血糖値やインスリン抵抗が低かったというお話でございました。そんな感じで今日は以上なんですけどもね、明日の動画なんですけどもね、明日はどうしても撮影する時間が取れないのでね、すいません、お休みします。明後日からはね、配信する予定ですのでね、楽しみにしてくれてる皆さん、すいません、一日だけ待ってください。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。